太子のもとに、その歴史は始まりました。富山大学ヒストリア。これは明治18年の富山市街地の地図です。これを見ると現在の富山城址公園のすぐそばに師範学校がありました。師範学校は富山大学人間発達科学部の前身です。明治時代に入り小学校の数が多くなり、師範学校は教員を養成する使命を担うために設置されました。当時は教養を身につけようとする女子学生も増え、富山市中心部にあった校舎では手狭になり、明治38年、師範学校は男子部を現在の富山市南部中学校がある場所に移転しました。そして大正時代に入り、師範学校女子部にも新たな歴史が刻まれます。大正2年に富山市内で当時日本海側最大とも言われた博覧会、一府八県連合共進会が開催されます。その会場跡に師範学校の女子部が移転し、大正6年には師範学校から独立、富山県女子師範学校として生まれ変わります。明治、大正と世の中は日に日に変化し、町には電気が灯り、移動手段も電車へと進化していきました。富山県女子師範学校があったのは現在の富山泉高校がある場所です。今も路面電車が走っていますが、これは博覧会を訪れる人々の交通手段として作られ、当時の富山県女子師範学校の前にも電車が走っていました。明治、大正、昭和、激動の時代。文化の発展とともに学校の姿は変わっていきましたが、希望を胸に勉学と学校生活を謳歌する学生たちの姿は今も昔も変わりません。ふるさとの未来のために教育者を志した数多くの女子学生たち、その思いは教育圏富山の礎を築いてきました。